振。137キロですが、今のフォークボール、フォークです。はい、外してきました。ファーストランナースタート、ボールはちょっと高い、しかしいいタッチです。福浦、左中間へ運んだ。しかしレフトの浅いところを入ってますね。はい、おお、低め、これがすごい。初球を打ってきました。ファースト、こういうところも多い。テケタ打球でサードです。軽快にさばきました。サードの振り向いた、ファーストライナー。はい、どうぞ。あ、これアウトになっちゃいますね。はい、初めてボールを処理しています。三塁ゴロ、バックハンド、草野、ファールグラウンドから一塁へ、好送球を送りました。ナイスプレーです。ショートへのゴロ、さばいた、バックハンド、さばいた、バックアウト。当ててサードゴロ、セカンドへ送球します。それから一塁ボールが返ってきた、ダブルプレー。信頼、ファンの信頼を持てるのがエースなんだと。はい、サブローの打球、これも大丈夫です。センターが打ちそうです。ありました。はい、はい、でその上ではマー君よりも、マー君と浅いの 1.33。 セカンドゴロです。そうですね、はい、サードゴロ、簡単に3人で終わりました。5回の表の勝ち投手の権利がかかったように、ここも躍動感。センターのほぼ正面、ペアとドラムエラーは0点に抑えています。この打球はショートの正面、低めいっぱい、ストレート144キロ。手が出ませんでした、西岡。ファーストボールです。ピッチャーベースカバーに入りました。ワンアウト。もうこの表情は自信満々です、セカンドボールです。正面、ツーアウト。そして26番ソフトバンク、セカンドボールです。3人であっさり終わりました。この7回の表も0点に抑えた岩隈、完封ペースのピッチング、9対0が続きます。